こいつらは誰だ？なぜ私を起こせようとしている？いや、私はまだ準備ができてない。怖い。あいつらのメスを見ると私、化け物のように、異類のように扱いされると分かった。いや、私は化け物なんかじゃない。こんな目で私を見ないでくれ。こんなようなみんなは、こんな目で私を見てるのですか？私は何のために存在しているのだ？もしかして、私の存在は何の意味もないのでは？なのに、なんで私を起こそうとしているの？このままずっと眠させてくれればいいのに。ああ、疲れた。誰にも邪魔されたくないの。ハンター司令官として、あなたは今十分に成熟していません。私はあなたにパートナーを推薦します。そうです、彼女の名前はミアです。なぜあなたは動揺していますか？お前、残りについてはあまり言いませんが、将来は仲良くなって一緒に進歩していきます。どうも、私はミア。
明の時間だ。いいからいいから、アギリア教官は待ってる。先に行くよ。今日また遅刻。いいから言い訳無用。今日も実践訓練だ。その前にテストを指す陣形の役割、また覚えているか。いや、教えてやれ。はい。陣形は前方部隊と後方部隊に分かれて、前後方部隊は攻撃ペースが遅いけど、前方部隊もちろん後方部隊に狙う陣形もあるので、臨機応変に陣形を変わる。よく説明をできたね。さて、次は陣形の挑戦と戦闘中のコツを教えてあげよう。まずミアは手本を見せるから。やりました。しかしこんな程度じゃもっと強くなるため、必要となる素材を使えば肉体と装備の強化ができる。ミア、手本を見せ。はい。敵の居場所を教えてくれ。確かに体が微妙に変化したことは感じる。強化し続けていけば、いずれ大きい変化を感じる。さて、次は実戦訓練だ。今回はもっと手こだいがある相手を連れてきたよ。気を抜くなよ。戦闘の基本は身につけたようだね。次はハンター試験の準備だ。ハンター試験を合格できれば、あな、しかしこの前仲間を集めてチームを強くする。ではスクールはここまでだ。あとはあなたたち自分自体だ。うん、まだ余地があるので先に行くよ。ミア、バカ生徒を任せるよ。はい。こんな細胞人間の形式はもう古い。今処理に連れて行くところだ。惜しい？
こんな古い形式は置いても用がない。いいだろう、好きにせよ。正直私たちもこんな面倒なことをやりたくないし。はは、私の出番だね。私はどうしたの？確かに戦い中でやる。あなたたちは私を襲ったのはあなたですね。じゃあ、あなたは私のマスターだ。マスターの言うことならもちろん。私はシルティ、よろしくね。私は魔法使いだ。技を強化してくれれば敵の防御力だって減らしてやれるよ。私たちの攻撃は敵の前方部隊にしか攻撃できない。時には敵の前方部隊が手強く痛め、先に後方部隊の敵をやっつけた方法が勝ち目がある。スターライアンスは私たちのために3つの陣機を作ってくれた。戦況によって選ぶのだ。超遠距離型スナイパーライフルは敵後方部隊を狙撃できます。敵の居場所を教えてくれ。スナイパーライフルは装備すれば戦闘中に使えるようになるよ。こうやって敵の後方部隊を直撃できたよね。早速実践してみましょう。集中し、やれました、ミア。短時間で大量の物資を入手したければ、快速探知素材の集め以外には、戦闘中の戦利品の収集もやるの。それらを活用して、自分のチームをさらなに強くできるよ。我々半身は人間のよう。さて、実戦訓練を続けようか。私の銃とともに劣ってくれるよな。
また私に立たれたかよ、バカ。